どうも、龍馬です。ジャッジアイズ死神の遺言の続きをやっていこうと思います。前回の最後にね、真冬さんが、なんか黒岩さんがね、八神さんを疑って、逮捕しそうになってるっていうお話をね、聞いて終わったところなんですけど、その続きからね、やっていこうと思います。これはなんだろう、お話とかまたしていけばいいのかな？杉浦さんの方、どうでした？何か収穫は？ああ。梶平は風見大臣に、創薬センターの閉鎖を働きかけてた。ああ、言ってたもんね。うん、え？梶平の再開発はセンターの土地を当て込んでたんだ。ところがアドデック9の発表で全部ご破産。梶平は大損を抱え込んだ。ちょっとそれ、じゃあ梶平と創薬センターめちゃくちゃ関係してたんですか？めちゃくちゃ関係してるよね。服部記事によるとそういうことらしい。服部さんってさっき来てた。だからその裏を本人に聞いてやろうと思って来たんだけどな。なるほど。会いたくない時はしつこくつきまとってくるのに。本当あいつとは相性が悪いよ。めっちゃ相性悪いね。おっと、お電話。あー、杉浦さん。八神さん、杉浦ね。今源田事務所から女の人が出てったよね。女の人？うん。ああ。ああ。真冬のこと。真冬さんね。名前は分かんない。でも綺麗な人。何やってんだお前。俺をつけてたのか。いやだ、つけてんの杉浦さん。後で。今その真冬さんがヤクザにつけられているよ。ヤクザに？え？ヤクザは4人か、もしかしたらもっと。なんで？僕どうしたらいい？ほっといちゃまずいでしょ。いや、まずいね。すぐそっちに行く。今どこだ？法律事務所から劇場前通りに向かって。急いでよ、八神さん。僕一人じゃどうにもなんないからね。オッケー、ちょっと全力で向かう。じゃあ、やばいね、これね。八神さん、まだ？今どこ？源田事務所出たばっかりだよ。真冬は。今んとこまだ無事。でもやっぱ間違いないよ。真冬さん、ヤクザにつけられてる。八神さんも急いで。今劇場前の広場を通り過ぎるとこ。おお、ごめんなさいお兄さん。やべ、ちょっと急いで行かないと。お、来たぞ。大丈夫、真冬さん。うわ、もうがっつりつけられてんじゃん、ヤクザに。すげえいるよ。え、杉原さんは？あ、いたいた、真冬さん。え、これ本人気づいてる？もしもし、八神さん。真冬さんは今劇場通りを左に折れたとこ。ああ、分かった。なんか彼女をつけてるヤクザ増えてるみたい。4人どころじゃないかも。え、もっといたよね。ヤクザが検事を狙うってどこの組だ？それはまだ分かんないけど、とにかく八神さんも急いでね。え、これさ、普通に何？このまま追っかけちゃっていい感じ？うぅ、かからまれたよ。ヤガミやな、お前。あ、お名前バレてる。今急いでんだ。この先は通行止め。ケンジのお姉ちゃんはわしらが先約やさかい。何？早いもん勝ちやで。踊りが引っ込んでる。いや、怖えな、このお兄さんも。謎の襲撃者。ちょ、待って、左ひの人ナイフ持ってるけど。いや、でも多分この人たちはね、ああ、なんか思ってたよりかやっぱりあれだ。全然強くないわ。よかったよ、あっち人たちで。早く真冬さん追っかけなきゃいけないんだから、ちょっともうザコは引っ込んでて。あっち生まれ倒しちゃったよ。これ見逃したとかないかな、これで。大丈夫？結構ね、遠く行っちゃってたけど。なんか言葉遣い強いけど、大して強くなかったな。お前ら誰だよ。なんで真冬狙ってんだ。そう、それが気になる。なんで？まだまだ終わったらんで。え、いいよ、終わってくれて。あ、やばい。どうした、タボ。あ、カイトさんか。カイトさん、頼もしい。カイトさん、面白そうなことやってんじゃねえか。手貸すぞ。手貸して、カイトさん。何やと。あ、なんかビビってる。ここ頼むよ。こいつらの仲間が真冬を狙ってる。真冬ちゃんがこいつらの仲間に？とにかくあとよろしく。あ、カイトさん、よろしく。真冬ちゃんを狙ってね。じゃあお前らは俺がたっぷり可愛がってやる。おお、かっこいいな、怪盗さん。大丈夫、真冬さん。もしもし、八神さん、聞こえる？
まだなの？あ、確かに杉浦さんが追っかけてくれてるね。真冬は無事か？え、これ何？うん、今中道通り。真冬さんをつけてるヤクザは多分4人。ちょっと僕の手には負えない感じ。わかった、こっちも中道通りに入るとこ。急いでね。これ杉浦さんでもどうでもならないとやばいよね。気をつけて、ヤクザたちがそっちに気づいたみたい。バレた？4人矢上さんに向かって。もういいって、勘弁してくれよ。また来てる、なんか一人木刀みたいの持ってない。お前は真冬見ててくれ。また戦いだ。謎の襲撃、しかもさっきよりか一人増えてるよ。急いで追いつかなきゃいけないのに。あ、でもやっぱあれだね、なんかちょくちょくある戦いか、戦いのあれか、なんかやっぱ弱っちい人たちばっかりだね。まあ、これは全然余裕だわ。あ、でもこの人は厄介だ、僕と思ってるぞ。あ、ホゲーだって。よし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 、これやばいよ。早くしないと見失っちゃうんじゃないの。大丈夫？あ、でもなんとか倒したね。大丈夫かな。あ、いた、真冬さん。これ気づいてないね、多分本人。なんか車来てるよ。これ誘拐されんじゃないの。大丈夫？うっしょ、びっくりした、そんな人のこと思った。あ、やっぱり誘拐だ。何？あ、そんな、うわ、暴力狂ったかな、そんな人に。やばいやばいやばい、連れてくれちゃうよ、やめてないと。おっ、かっこいい、八神さん。めっちゃギリギリのとこだったよね、今ね。すげえ堂々と来るじゃん。あ、逃げてったぞ、車。ああ、取り残されちゃった、二人。離れてろ。え、待って、どうしたの？やだ。え？どういうこと？ちょっと待った。これは戦いに行くよ、このままじゃ。ヤガミ、コムラ。これくっついたまま戦うとかじゃないよね。これ何？避けるゲー？避けゲーもしかして？で、つか、ちょっとマフユさん離れて。あ、かっこいい。すげえ。え、待って待って待って。マフユさん武器にしてない？これ。やばい、ヤガミさん。ちょっと逃げて、マフユさん。そうそうそう、そこで休んでて。あ、今ね、多分お目目回っちゃったね。え、これ二人だったら楽勝でしょ。あー、でもやっぱあれだ。ちょっとなんかボス的みたいな感じの人たちになってるね。体力ちょっと多いわ、この人たち。あ、でも全然あれだ。普通にいけそうな感じだな。ねえ、よかった、でも今回二人だけで。あ、よしよしよし、あっちゅう間に一人戻しちゃったね。え、また何？あ、お仲間食えるパターンかよ。なんかめっちゃしかも増えた。あ、でも3人だけか。あ、あれ、ボスだ。え、ちょっと待って、なんかすげえ多くない？今回敵さんたち。いや、でも、ヤガミさんだったらね、いけるでしょ。この間ね、体力もね、アップさせたし、あと回復アイテムもね、めっちゃ買ったから。え、ね、ちょっと待って、めちゃくちゃなんか追い込まれてるんだけど。やばいやばいやばい。さすがにこの人数、こいつ今攻撃避けよかったな。強い、あ、待って、これあれだ。油断してると、やばいパターンだ。ちょっと一回に、ね、はめるのせこいって。あ、やばい、体力結構弱くなってきてるかも。ちょっと一回逃げて。え、待って、せこいってマジで。あ、これ使おう、これ使おう。なんかこのちょっと強くなるやつ。え、待って、これ一回回復もしておいた方がいいの、これ。待って待って、ずるいずるいずるい。これ使うか。タフネス Z。あ、結構これ回復量いいね。よしよし、ほぼ全回復まで来たぞ。いけ、今のこの強いパワーのうちに。ずだこだっけ、でも蹴散らしときたい。え、ボス最後でしょ、ボス最後。そしたらこいつからぶっ倒そう。あ、でももうあれ？あと3人かな。あ、いいねいいねいいね。あ、よかったよかった。回復とかめちゃくちゃ買っといてよかったわ。あとお前だけだ、このボス。いけ！でもなんとかあれだね。いけそうだね。もう真冬さんあそこでぐったりしちゃってる。あ、真冬さんとこ行っちゃってるよ。あ、ちょい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 。とどめ、いけ、もうちょい、いけ、ヤガミさん。勝ったー。なんか今回めちゃくちゃ戦闘多いなめっちゃ頭カクカクしてたね、今。何？どここれ？え、なんか急に逃げ場所があったけど。あー、逃げてきたのね。なんで狙われてんの？え、どこここ？何何この店、なんかすげえ女の人の顔が飾ってあるけど、うん、なんとか。え、なんか身に覚えあんのかな、狙われる。さっきの人たちは何？あ、分かってないんだ。分からない。俺も仲間の知らせがあったから来れただけで。海藤さんも助けてくれた。今度会ったら礼言っとけ。さすが海藤さん。私がヤクザに狙われたの？え、怖いよね。悪い。あ、お電話だ。ちょっと待った。海藤さんかな？杉浦さん。無事？
女の人は？杉浦、おかげで助かった。さすが杉浦さん。ならよかった。僕の方はね、さっきのワゴンを追っかけてるとこ。え、追っかけてんのあれ？真冬をさらおうとした？そう。もしもし、泉田健二？藤井です。八神さん、さっきのヤクザたち、凶霊会だよ。凶霊会なんだ。何人か KJ アートで見た顔がいた。凶霊会が？なんで真冬を？だからそれを直接聞いてやろうよ。八神さんもすぐこっち来れる？いや、彼女を安全なところに連れてった後だ。また連絡する。そうだよね、まずそれが一番大事だよね。今ね、私なら大丈夫。泉田健二が警官を迎えによこしてくれるって。よかった。凶霊会って関西のヤクザでしょ？その連中が私を狙ったの。なんでだろうね。そうらしい。理由は多分。理由知ってんの、八神さん？お前が可愛いからだ。いや、この理由絶対違うでしょ。どっちだ？復讐？俺のとばっちりだ？なんか一番理由的にはこれがしっくりくる気がするけど。警察と警察への復讐だ。今もモグラを野放しにしてるだろう。凶霊会はモグラに3人もやられてるから。待って、それが理由ならなんで私なの？確かに。他にもっと狙われそうな人いるんじゃない？うん、そうかもな。じゃあ違うか。あ、理由間違えた。とばっちりだったのかな。何？何？何？さっき顔を殴られてた。びっくりした。大丈夫か？そうだよね、一回叩かれてたもんね。もう二度とこんなことがないようにする。かっこいい、八神さん。凶霊会と話をつけてくれよ。そんなの危ないんじゃないの？私なら大丈夫。もうカムロ町には近づかないようにするし。そうだよ、八神くんもこの際少し町を離れたら。おまわりさん怖いよ。ちょっと覗き方なんかやらしいな、このおまわりさん覗き方が。お迎えが来た。もう大丈夫だ。これ本当におまわりさんで大丈夫だよね？変装したあの人たちとかじゃないよね？俺は当分この町を離れる気はないよ。どうして？今追ってるモグラが3年前の事件とつながってきた。3年前のって大久保新平の？ああ、モグラに殺された新谷が創薬センターの小野って研究員に連絡を取ろうとしてたんだ。その小野は大久保の事件で検察側の目撃証人だった。ねえ、繋がってたよねこれ。それだけ？俺もまだパズルのピースを集めてるとこだよ。分かんないこと多いもんね、まだね。それを解くまではもう前に進むしかない。そっか。3年ぶりかな、八神くんのそんな顔。ん？人参を目の前にした馬みたい。どういう例えそれ。生き生きしてるって感じ。あ、生き生きだって。じゃあまたな。真冬さん面白いな、例えが。おまわりさん頼むよ。大丈夫あの人たち？なんかちょっと頼りなさそうだけど。杉浦、八神だ。もう動ける。そっちは今どこだ？まだ追ってんのかな。結局ワゴンはカムロ町から出なかったよ。古いキャバレーでみんな降りてった。公園前通りにある本丸園って店。本丸園？海藤さんも向かってくれてる。よし、わかった、すぐに行く。おお、これから何？そこに乗り込む感じ？ねえねえねえ、なんかまたお電話かかってきたけど。あ、海藤さん大丈夫？海藤だ。ああ、もうキャバレーの近くまで来てる。そっちは？店の前に着いた。杉浦も一緒だ。お、合流したんだ。分かった。俺ももう少しだ。こっちだ、タオ。お、来た。海藤さん何運行してんの？海藤さん座り方大丈夫？海藤さんお腹痛い？こんなところでどうぞ。としかもおタバコ吸ってるし。さっきのワゴンが止まってるでしょ。あ、ワゴンあるんだ。本当だ。ここも凶霊会のアジトってことか。うわ、すげえ派手。多分な。中にどんだけ人数いるかはお楽しみだ。これ相当いるでしょう。もう行く準備はできてるか？乗り込むの？マジで？しかも海藤さん
その体勢のまんま、めっちゃおまたおっぴろげてんな。まあでも行ってみるか。もう回復とかも結構持ってるしね。まあ、けるえ、ここ乗り込むって相当危なくない？ねえ、作戦とかは？そうだよ、作戦立つとかいいよ。どうした、カイトさん？そんなのいらねえ。はぁ？でも、中何人いるかわかんないんだよ。そうだよ。何人いてもやることは変わんねえってさ。とにかく暴れるのか。まあ、今は作戦とかそういう気分じゃないんだよ。なんで？すごい、もう堂々と言う気だ。さっき目の前で真冬ちゃん殴られたからだろ。八神さん相当プチンときてるね。マジか。ああねえねえ、そのお面姿もいいんだよな。本日貸し切り。よし、行けやターボ。一番乗りはお前に譲ってやる。いや、ここも八神さんから行くしかないよね。もう相当頭きてるね、八神さん。あ、なんか中は意外とあれだね。うわ、乗り込み方かっこいい。ああ、待てこら、貸し切りは言うとるやんけ。あ、お前八神。あれ、この人さっきいなかったっけ。黙れやボケ。うわ、結構人数いるよ。真冬さらってこんなところに連れ込む気だったのか。うん、誰があいつをさらえって。村瀬か、それとも塩屋。なんやと。チンピラマ引っ込んでろってこった。そうそう、やかし。ええやろ、上等や。楽には殺さんでこら。うーわ、強霊界組。いやでも今回めちゃくちゃ人数いるけど、海藤さんもね、杉浦さんもいるから、今回あれだな、全然怖くないな。うわー、怖いよ怖いよ。このこいつらね、まだ多分ね、雑魚だからね。あー、前から多すぎる。3人いるとやっぱあれだな。あっという間に勝てちゃうな、これ。あ、あともう一人。あ、3対1だと。3対1。あ、かわいそう。いじめだいじめ。え、まだいる。え、なにこれ。え、終わったんじゃないの。あ、先進めってこと、もしかしてこれ。なにこのパターン、初めてじゃない。え、なんか踊ってるよ、のんきに。そこワンテンポ遅れとるで。そんなんで笑い取れるんとる。大間違いや。もっと真剣に踊らない。いやいやいや、もう十分なお笑いもらってるよ。はい、あの人いいな。何やってんだあいつら。のんきに踊ってるけど。ない連中だね。これも戦うの？兄貴、ヤガミ。あ、バレた。お、え、待って、このデモ、この人意外と強いぞ。結構体力あんな。ちょっと前まであんなのんきに踊ってたのに。このボスの人やっぱ結構あれだな、体力あるけど。あー、でも余裕だね、やっぱ3人いると。すげえ楽だわ。なんか3人いるだけであれだよね。だいぶなんかね、すごい気が楽戦ってても。よし、押さえとく、かかれ、胸ちに、いけ、もうここにしろ、いけ、いけ、いけ、やれ、カイトさん。これ押さえつけるのめっちゃ強くない？ねえ、自分、え、なんかドキついてきたよ、この人。え、もしこの人もヤグミさんのファンか。おろ、スケベー。お、お、ちゅうちゅう、よし、いけ、今のうちに、押さえつけてるうちに、いけ、やっちゃう、カイトさん。これ押さえつけめっちゃ強くない？複数いるとき。はい、押さえつけ。いけ、カイトさん。なんで攻撃してくんないのよ。これちょっとあれだね、タイミングが合わないとなかなか海藤さんたちがあれだね、攻撃してくれないね。まだこれでやっと半分体力。あ、いいねいいね、めちゃくちゃ追い詰めてるよ。よし、またちょっと押さえつけで、押さえつけ、いけ、押さえつけ。よし、今のうちに杉浦さんやっちゃえ。もうめちゃくちゃ端っこに追い込まれてるけど。え、海藤さんと戦って、ほら今だいぶ端っこに追い詰めてよ、この人。でもお得意の押さえつけ、いけ、今のうちに。いいねいいね。押さえつけてるうちに杉浦さんが、あ、もうちょいもうちょい、やけに硬いなこの人。あ、また抱きついてきた。やっぱり八神さんのファンだこの人。あ、いった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 。え、これで何、またんかい。あれ、まだいんの。お、強いなこの人。あ、頭切ってる。え、なんかまた乗り込んできた。しかもすげえ強そう。あ、下げいくパターン。え、なになになにこれ、これ何、先に進んでいいの。え、なんかアイテム落ちてない、なにあれ。なんか微妙な、ここ効率的なあれ感じ。あ、鍵だって、よかった、見落とさなくて。これなかったら今あれだよね、先に、あ、早速使うんだ。これ多分一番新しいやつだよね。よし、来た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 。何があんのこの先。ヤガミ、ヘイムできているよ。待って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 、一人やべえ武器持ってるけど大丈夫。あれ拳銃持ってたよね今。あ、危な危な、
拳銃はさすがのユウミさんでもまずいでしょ。バカ撃つな。撃て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 。そいつを離せ。卑怯だ。いやいや、お前の方が卑怯でしょ。いや、お前の方が卑怯だよ。あ、このまま突っ込む感じ。ほらほらほら、撃ってみろ撃ってみろ。人質か。やばい、なんかちょっとずつ締めて。体力なくなってきてる、この人質。やばい、撃たれる前に。あ、よかったよかった、倒した倒した。え、これ銃使えないの？消えちゃったよ、せっかく取った銃が。すげえな、めちゃくちゃ本格的な戦いだね。すげえな、ヤガミさん、一人でめちゃくちゃどんどん進んでいくけど。これ何？まだあと何回戦ぐらいあんの？あ、まだいるよ。まだ銃持ってるよ。銃刀法って知ってるか？ほんとだよ。日本だと持ってるだけでもアウトよ、それ。え、待って、これ、盾にしないで大丈夫？早くしないと奥から撃ってくるぞ。やばい、撃たないでよ。よけて、よけて、ヤガミさん！お、おかしい。めちゃくちゃかっこいいよ、避けたぞ、今。なんだ、拳銃持ってるけどあれだな、大したことないな。え、まだ奥あんの？これ、これ何、どこまで進むの？なんか今までで一番すげえ戦いだけど。え、何？え、お姉さんもいるけど何？え、あのお姉さんたちあれだよね、戦わないよね、大丈夫だよね。うーわ、なんかめちゃくちゃ武器持ってるよ、ここの人たち。え、マジで何人いるの、ここ。これちなみに何持ってんの？ナイフ？あぶね、あぶね、一人この人ソファーで襲いかかってこようとしてたよ、今。やべ、間違えて拾っちゃった。え、まだ奥あんの、これ。わ、すげえすげえ、めちゃくちゃ広い。あ、こっちじゃないの、こっちか。これどこまで行けばいいんですか？なんかめっちゃドアあるけど。あ、これあれ？あ、また鍵使うのか。ちょっと待って。とりあえず使うの、これ。あ、いた？来た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 。あ、なんか火薬っぽいの置いてある。お、ありがたい、タウリナ。え？あれ？でもここなんかあれじゃない？誰もいなくない？あ、ドアある、ドアある。これあれか、じゃあ、まだ奥住んでいいのか。え、鍵また？サムターン回しで開けられそうだ。けど、針金を持っていない。え、ちょ、これ今いけないってこと？え、これ針金持ってないとクリアできないとか、そんなあれないよね。もうちょっと奥か。あれかな？来る場所間違えたかな？ここか？え、ここも鍵もしかして。また鍵だ。めちゃくちゃ鍵使うじゃん、これ。でも鍵ね、覚えてるからね、大丈夫。さっといけるね。うわぁ、なんかここもあれだなぁ。あ、でも回復っぽいのがまたある。あ、これまたあれか、タウリナか。お、タフネツジェット。ここはどこや。メテなんか来たぞ、誰か。殺してるからな。え、どこどこどこ。え、くそ、急がないと。え、これ何、急いで開ける感じ。え、針金持ってないから。あ、やっぱりダメなんだ。ここ入れないんだね、今ね。え、またなんか来たよ。ない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 。え、すげえ、敵さん来てる。これ何？何回戦すんの今回。ちょっとここら辺使っていくか、いけ。いや、でもこれあれだな、一回一回はなかなか弱いけど、こんだけタダで来るとすげえお時間かかるな、これ。これ何？なんかボス的なやつがあれかな、一番奥にいんのかな。あ、よかったよかった。これ辺は全然余裕だね。ってことは、ここでもないとすると、もうちょっと奥。え、なんかすげえドアあんだけど、これここも鍵もしかして。あ、すごい、なんかいろんなとこ鍵必要じゃん、これ。これさっき鍵見つけてなかったら結構偉いこっちゃだったよね。え、もしかしてここも何？あれ、ここなんか回復アイテムすら、落ちてないけど。あ、これラストか？お、あ、なんか。ターボ！あ、来た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 、海藤さんだって。海藤さん、杉浦も。無事だったか。よかったよかった。当然だから言ったろ。それじゃあ行くぞ。もうかっこいい、行くぞ。これはあれかな、あ、こっちっぽいね。なになになに、シリュウさん持ってるよ。待って待って待って、マジ？え、嘘でしょ。うわ、かっこいい。自爆してんじゃん、この人たち。ヤガミさんかっこいいついでしょ。いや、すごい、しびれちゃうよ、これ。すげえな、手榴弾足で跳ね返したぞ。待って待って待って、なんかもう普通に銃使うようになってきてんじゃん。もうこれちょっとボスっぽいから、ちょっと軽くこれ使っとくかと思ったけど、なんか思ってたよりか今のこのボス体力ないわ。あっという間に倒しちゃった。もしかしてこれまだ使わない方があれかな、いいパターンだったかな。ちょっと温存しとくべきだったな。使っちゃったよ、こんなところで。え、まだ先あんの、これ。あ、終わった。え、なに、なんかすげえ賑やかな音楽流れてるけど、とうとうボスか。なにこの賑やかな音、ここ。え、なにこの女の人たちは。
なに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 、このすごい賑やかなところ。ヤグミさんたち来たのにのんきに踊ってるよ。え、なんかいる、ボス。え、これ初めての人。え、あ、これ一回会ったよね、この人。あんただったか。誰だっけ、この人。塩屋。あ、塩屋さん。正面から堂々やるやないか、ヤガミ。それに引き換え、うちのボンクラどもは。ボンクラ。頭数だけでクソの足しにもならんの。ああ、ひどい割れよ。お前ら、今夜は何本指飛ばす気や。ああ、真冬をさらおうとしたな。おう、すごいな、この女の人たちも全然怖がることなく。この人一回後ろから銃突きつけてきた人だよね、確かね。あ、また戦うけど、でもね、こっちもね、俺らと喧嘩の続きがしたいだけなら直接俺のとこに来ればよかった。何が狙いだ。それが気になる。何、じーっと仕事を頼みたいんや、あんたらに。何、仕事頼むからにはどうやっても断れんようにしたろう思てな。そういうことか。あのお姉ちゃんに役に立ってもらいたかったわけや。何の仕事。バカだね、どうせうちは金さえもらえりゃ何だってやったのによ。おい、そんなことはないだろ。海藤さん、真冬ちゃんが殴られた今となっちゃ、もういくら積まれようが無理ってもんだ。かっけえ、海藤さん。万が一ターボーが受けても俺が潰してやる。だから受けないって。おもろい連中やな。面白いな、海藤さん。また戦うのか。せやけど、やっぱ先に喧嘩の白黒つけんと、なんや話が弾まんわ。わわわわ、待って待って待って、これ今までで一番敵さんいない。よっしゃ、お前らやってるや。え、これまだあれ、ボスは出てこないの。あ、またやら、またナイフ持ってるよ。あ、でも今回あれだね、拳銃持ってる人がいないからちょっと楽に戦えね。なーに、あ、ボスも何やる感じ、一緒に。いや、あの人ね、マジで強いんだよ。これちょっとこのパワーは最後のあのボスまで取っとこう。待って、これ人数持ちでやることない。でもこの人数でもね、勝っちゃうんだろうね、海藤さんと。イケメンのね、杉浦さんもいるしね。てか、すげえ広いな、ここ。めちゃくちゃ暴れられんじゃん。お、いいね、いいね、もうだいぶ数減ってきたよ、あっちゅうのに。いやいや、いけいけ、え、待って、やったね。まだいいの、あんなに倒したのに。あ、いいね、いいね、カイトさんも暴れてくれてる。え、ボス来てる、ボス来てる。しかもこの人なんか日本刀みたいなやつ持ってるよ。あ、しかもボスひっくり返ってるし。ちょっとまずね、まずザコを倒して、で、1対1で有利のこのパワー使おう、これ。これ確か1対1で結構有利なんだよね、これね。よし、いけいけいけ、今のうちに。いけ、杉浦さんも。よし。いや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 、これ久しぶりに使ったね、この赤いパワーのやつ。めっちゃやっちゃやがみさん、今のうちに。あ、うらでももう半分使っちゃってる。あ、いいね、いいね、いいね。倒れてるうちに。よし、いいよ、いいよ。あ、でもなんか意外と楽にいけそうじゃないこれ。お、なんだ、え、なんか意外と弱くないこれ。え、なんだろ、一人雑魚生きてた。お、なんだなんだ、あ、これまた避けるやつか。なんか復活してるよ、雑魚の人たち。もういいって立たなくて。復活しだした。なんかね、かん、あ、待って待って待って、これ強くなってるけど。ああ、せっかく倒したのに。またこの雑魚もやんなきゃいけ。ああ、ボスさん来てるよ。ちょっと一回逃げよう、一回逃げよう。なんか抱き合ってなかった今、海藤さんとこの人たち。しかもなんか体力さっきより増えてる気がするけど、気のせい、これ。よしよしよし。え、もうあとあれじゃないこれ、ボスだけじゃない。え、何、あ、出た出た出た、これ多分あれだよね、避けたりするやつだよね。なんか覚醒したとこの人、やばい、強い。避けろ、いけ。うお、かっこいい、やかみさん。でもこれあともうこれでしょ、この人だけでしょ。痛そう。あ、かっこいい、かっこいい。え、どうする。あ、なんか向こうもなんかチンチクリンなパワー使ってきてるよ。待って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 、海藤さん助けて、杉浦さんも助けて。あ、やかみさん、やばい、なんかまたなんかあの致命傷みたいなダメージ受けてる。これ厄介なんだよな、食らうと。なんか体力のマックスがね、減ったみたいな感じになっちゃうから。早くこの赤いパワーまた、たまんないかな。あー、助けて、杉浦さん、海藤さん。これなんか光出すと厄介なんだよな、この人たち。立って立って、ヤガミさん。いや、まだ結局、結局体力が、やばい、やばい、待って。これやばい、一回回復しとこう、一回回復しとこう。やばい、これ油断してるとやばいわ。ちょっとさっき見つけた、
あ、これさ、なんかさ、致命傷を治すやつあったよね。これ使っ、あ、これ使っちゃっていいかな？使っちゃおうか。これ使って、一応これも飲んどこう。よし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 、ほぼ完全復活だ。あ、いいねいいね、お二人が戦ってくれてる。え、こっち来ないでよ。あ、また致命傷のやつ食らっちゃった。今せっかく回復したばっかなのに。え、でもこれ、3対1だったらもう絶対負けないでしょ、これ。強いよ、この人、ほんとに。やっぱあれだね、ボスだけのことあるね。あ、もうちょっとであれだ、赤が溜まる。早く溜まって赤。おい、ヤガミさんがすげえ吹っ飛び方してる。あ、でもなんかもうちょっとで倒せそうな気がする。あ、いいねいいね、カイトさん。ナイス。あ、でもこれパワー使う前になんかもう倒せちゃいそうな気もするけど。お、もうちょいもうちょい。あ、やばい、なんか、今攻撃くる。あ、倒した。え、待って、今、とどめ、ヤクメさんじゃなかったよね。ヤクメ、かっこいい置き方。え、でもやっと倒せたぞ、ボス。お、いけ。おぉ。かっこいい。いやー、これ、今回戦い多すぎでしょう。大丈夫？シゲラさん。すげー。え、なに？なに？なんだ、なんか車椅子取ってなかった今。え、何この人、初めての人来たけど。おじいちゃん、何、おい、後ろにいるあいつ、何このおじいちゃん。例の服部って記者じゃねえか。え、じゃああのじいさんは。え、何このじいさん、初登場だよね。こんなとこで会えるなんてね。あの人、あ、おう、お前らが八神探偵事務所か。え、そうですけど。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ。1万人のトップ、梶平茂会長だよ。うわ、確かに茂みたいなお顔してるわこの人。マジか。え、相当偉い人ってことだよね。でもこの人戦えないよね、さすがに。ドロビー獲得調査報告さんということでね、なんか気になるところなんですけど、今回はね、ここでセーブして、え、次回あの、おじいちゃんと戦うとかないよね、大丈夫だよね。まあ、今回は日経ここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。